ブ 6-3 オリックス、メットライフ、7日、鋭い打球が、新進と左中間を破った。3点リードの4回一死満塁で打席に入った西武の源田。満塁は苦手、という昨季のリーグ新人王は、3球目の甘い球を逃がさなかった。走者一掃の3点適時3塁打となり、ベンチも思わず、敬礼、のポーズ。雰囲気も良く、思い切り良くできている、と、納得の表情だ。修正能力の高さが光った。この打席、オリックスの新人、田島は3球とも変化球勝負。初球をファウルとした源田は、引っ張りに行っている。これではきつい、と感じたという。3球目、甘く入った球にバットを合わせて逆方向に運び、早々に勝負を決定づけた。好調な打線は、この日も4回に集中だ。初対戦となる田島の甘い球を、確実に仕留めた。6番、中村から2番、健太まで14球を、挟み5連続長短打で、一気に5得点。久慈監督も、4球やヒットでつなぎ、少ない好機で敵地打が出る。非常に良い集中力、と頷く。打線に負けじと、投手陣は7連勝中の全試合で先発がクオリティスタート、6回以上で自責点3以下を達成して、勝ち星がついた。先発は粘り、打線は先に点を取ろうとする。投打がうまく噛み合っている、と指揮官。互いの信頼関係が、1991年に開幕8連。勝して以来の大型連勝を生んでいる、角田直也。